はい、11月28日なんですけども、今日もね、隠居5年目速稼塾の久保がちょっとね、動画の方でコメントを来てますんで、そちらの方をお返ししたいと思います。私はね、今回ね、ものすごくね、憤った動画があるんですよ。それはですね、データを見たんですよ。今年の10月、20代女性、40代女性の自殺率がなんとね、倍になったってことなんですよ。これは私はね、特別定額給付金の第2弾の支給がなされなかったことによって起きてるとさえ思ってます。少なくとも特別定額給付金の、ね、第2弾がこの10月、この20代女性、40代女性だけにでもね、届けられていたら、多分このお亡くなりになった方ってのは今でも生きてらっしゃってね、この世界にまだ新しい夢や希望を抱いていたんではないかなと。もう一回政治を信じてみよう、日本を信じてみようっていう気持ちで、もしかしたら生きていてくださったんではないかなと思うんですよ。もう本当に、ね、そういう意味で言うと、安倍総理に麻生財務大臣、そして菅総理ですか、この3人の、私はね、3人が殺したとは言いませんよ。ただ救えたんじゃないかなと思うんですよ。悔しくてならないですよね。じゃあコメントを読んでいただき、いこうと思います。本当に悔しくてならないですよね。まず小金虫さん、あとメディアも全然自殺に触れませんね。これね、本当そうですよね。どんどん私たちインターネットの世代が声を上げていかないといけないと思います。力さん、久保さん議員になってください。この国を立て直してください。お願いしますということです。今にこの世の中は終焉を迎えてしまいます。はい。私もね、もうなんか奮い立つものがありまして、年も年ですしね、できることをやっていこうと思います。国会議員ね、挑んでみますよ。令和新選組にアプローチ取っています。桜井月さん、生きていればなんとかなる。分かってるんですよ。死んだらダメだって。でも先が見えなくなる。本当そうですよね。頭も心も全部バラバラになって考えることすらできなくなる分かれ目なんです。助けてあげたい。辛いことだらけでも生きててよかったって思ってもらいたいです。こういうことでつながればきっと救われる命もあるかもしれません。はい。本当そうですね。だからね、もうどうせ無理とかね、何をやってもダメだっていう、そういうふうな発言っていうのを私はね、意図してしないようにしてるんですよ。たとえダメでも何かやってみようというね、そういうふうな前向きな気持ちになっていかないと、もうみんな絶望なんだって思っちゃうと、誰にも頼れないんだと思ったりね、誰も希望を口にしなくなるとどうなるんですかってことですよ。綺麗事万歳ですよ。現実は苦しいですから、だからね、口から出る言葉だけでも美しくしていきたいと私は思います。イエモンさん、そのうち藁人形が麻生、菅両氏を襲うかもしれませんね。これもあり得れますよね。恨みが恨みをね、本当にこう攻撃し合うみたいなことはね、なってほしくないと思います。山中さん、政府が呆れ返って話にならん、責任取れ。これ万死に値するってまさにこのことですよ。本当にね、このね、私誰に怒りをぶつけていいのか分かりませんので、とりあえずこの ABC3 人の方の顔をサムネで出しましたけども、もう命はね、取り返しがつかないですから。本来だったらまだね、この世の中に笑顔や夢を届けてくれるはずだった20代の女性、40代の女性がこれほどまでにね、亡くなってしまうこと、許されないですね。ゆかさん、菅総理と麻生に責任を取らせましょう。そうでもしないと一般市民は納得いかないのではないのですか。お亡くなりになった方も最後にね、誰の顔を恨み節で思い出したのか、本当にね、何なんでしょうね。この人たちは人殺しですよ。どうして捕まらないんでしょう。一般市民に特別給付は渋るけど、でも一人親家庭にだけ出すのはおかしいです。あ、これはね、でも一人親家庭とかにだけは早く出してほしいなと私は思うんですよ。それから徐々に全体にと思うんですけど、もちろんね、ゆかさんの言うように全員にドンと出たら一番いいんですけどもね、なんとかならないですかね。その人たちだけ困ってるわけではないんですよねって。一般市民もちろん年金もらっているのだから、生活保護の人だって困っているんだ。なぜわからないんでしょうね。ゆかさん、ぜひね、この声をね、どんどん上げていきましょう。ゆかさんが先頭立って私も一緒にやりますんで、なんとか全世帯給付ね、実現するように動いていきましょう。誰かが声を上げないと、誰かがこれではダメだっていうふうにね、切り込んでいかないと何も変わってくれないですからね。山中さん、日本でもデモをしないと政治家はわからないんでしょうか。これね、そうは言ってもデモを起こす、デモをしないとダメだとかね、言う人いるんですけども、デモを起こしてくれないんですよ。私はデモの方法ではなくて、こういうふうにインターネットのデモというかね、YouTube で発信することによって、同じ気持ちの人を集めようと思ってますけども、デモ活動って本当になかなか起きないんですよね。本気でデモをしないといけないと思う人がいないんじゃないですかね、やっぱり。あ、小金虫さん、久保さん、こんばんは。今動画を見て、麻生太郎の事務所と菅総理のところに電話入れました。麻生太郎の事務所は繋がらなかったのですが、菅の事務所には留守番電話になっていたので、文句言いました。ふざけてます。
菅総理の事務所に、いろいろと提言しましたけども、それがちょっとね、形になってきたような気がします。これからみんながびっくりするようなことが起きると思いますよ。まだちょっと内容は言えませんけどね。はい、二郎さん。俺が総理、もしくは財務大臣なら、土日返上で明日から年内に一律100万配る。これ私も同じ気持ちです。日本を誇りに思ってほしいし、国と国民で支えながら生きていこうという愛国心を持っていただきたいからだ。きっと苦しい時を乗り越えていけると思う。二郎さん、私と同じ気持ちです。もうまぶたちです。はい、文彦さん、ふむ、そうであったかこれはなんか悪大感みたいですね。ルーさん、国民の命を守るのが総理の役目、言ってましたよね。口先だけの総理はいりません。すぐに行動に移せ。今自殺を考えている人絶対にしないで。はい、こう言ったら冷たい言い方になると思いますけども、焦らなくてもね、死ぬってことは向こうからやってきてくれます。これケネディ大統領の言葉なんですけども、死は向こうからやってきてくれるんですよ。だから自分から死に歩み寄る必要はないんではないかなというふうに言われてまして、私もねそう思えるところがあるんですよね。あ、未来さん、久保さんこんにちは。今日は電話できなくて官邸にメールします。いいじゃないですか。今の時間は電話出ないですよね。平日のみとかですよね。久保さん知ったら教えてください。はい、土日は休みですね。今日は外出て人と話していても、日本人はサイレントクレーマーが多いですよねって。自分がしなくても誰かがしてくれるとか、その考えはもうオールドですよね。これからのタイプ、ニュータイプは取り組んでいきたいと。個人の尊重を奪われた世界で生き続けるのはもう嫌ですと、いろいろ書いてますね。はい、読まさせていただきますよね。今回山本太郎さん呼びかけ、久保さんの呼びかけで私も目が覚めました。そもそもの仕組みが生活保護あるねんから使ってきたらいいやんって軽々しく言うけど、私は生活保護の暮らしはただでさえ何かしらの理由が健康状態、精神状態悪いはずなのに、生活しにくい環境が整った支援にしか見えません。保護してくれるならもっと困っている人に対して理解のある保護を望みたいと。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。励まされます。はい、次。自己破産した人や企業の人の数を知らせてください。このままでは革命が起きるかも。眞子さんもいつまでも税金の上であぐらかいてやったらダメ。結婚問題さっさと片付けて、国税を教えて、国情を教えてですね。自己破産した人や企業の人、これはね調べれば出てくると思いますけども、ちょっとすぐどうやるかどうか分かりませんけども、私なりにリサーチしてみます。はい、クリスタルソードさんね。今も止まらない自殺の連鎖、そのうち、この感染者より自殺した数の方が上回ったりして、これ上回ってますね、すでにね。元気な吉尾さん、いつも長文コメントすいません。1回出すのにだらだら決めないなら一気に100万出すべき。1回目の給付金があまりに効果なかった。100万歩譲ってそうとしましょう。その理由は一番欲しい時にもらえなかったから。まさにその通りでございます。大都市の衛生士の今10件に1件は空き家です。これね本当そうなんです。今、ね、日本で10万件の空き家がある、もっとかな言われてますからね。私の住んでる広島県でもなんかね、無人島っていうかね、瀬戸内海の島で空き家がすごく多いんですよね。でそこにまあよくわかんない人が住んでるみたいな例も出てきてますからね。大金さん、住宅確保給付金、これは現状コロナで生活苦の人が住宅を失わないようにする政策、つまり現在住宅ない人が利用できない、生活保護も増えている、仮設住宅も人が増えている。ね、その通りですね。自民党は全くやっていない。自民党でもね、意思ある方はいるんですけども、ちょっと蓋をされてるんですよ。だから国民目線に近い人が、どうしてもね、自民党内では中堅以下にとどまっているっていう、その党内の制度改革が必要でしょうね。Gメールさん、見殺しではなく、どう見ても人殺し政府でしょう。そう言えなくもないです。のんちゃん、絶望しました、この国の政治家。ですんで、新しい人を政治家に据えなければなりません。今現状にいる政治家さん、本当にねしょうもない人多いと思うんですよ。ただね、意思を持って国民のために働いてくださる方もいるんですよ。埋没してるんですよね。私たちがそういうふうな国を憂いうる本当の政治家さんを今の自民党とかね野党のところから見つけて応援しなくてはならないですよね。必ずいますからね。私は何人か知ってます。秘書さん、政権恥を知るなら国民に自害して責任示せ。小泉さん、もう政府に対して乗り込んで言いたい気分です。政府いい加減にせよ、乗り込んで行ってください。事務所に行くことはできますからね。一人親世帯の次は一律100万望む。はい、その通りです。ありがとうございます。秘書さんいっぱい書いてくれてますね。ありがとうございます。自民も立憲民主党も裏でしっかり握手してると思う。それはありえます。そう、少なくともそう思わせるようなことをやってますよね。憤り感じますよね。まさかりさん、
無念の死を遂げた亡霊が夜な夜な総理や大臣の枕元に毎晩立って考察という生命、いつも過激ですね。でもそのぐらいの気持ちですよね。児玉さん、亡くなった方々は悔しい思いが何も、私も悔しいですと。国民を守ろうとしない。ちょっとね、読んでいくとね、涙が出そうなんで、あの目で大だけにさせてもらいますね。激怒しております。悔しさと涙、同じ気持ちですよ。私も。岩下さん、マスコミが自殺者急増や困窮者の話題に全然触れないですねって、頑張って政府や公明党に電話メールします。テレビを見ない私にはちょっと分かりませんけども、出てないんですかね、やっぱり。のんちゃんさん、久保さんこんにちは。今総理事務所に電話しました。事務所の方は聞いてるのかいないのか分からないですが、もううちも終わりかな。あのね、必ずね、聞いてはくれてるんですよ。で、お亡くなりになる方っているんですよね。もう絶望して死んでしまう方。でも死んでしまうと声が届けられないんで、もうね、もう死ぬほど悔しいかもしれませんけども、文句言ってやってください。はい、次。自殺はダメだ。生きてさえいればなんとかなる。久保さん、視聴者の皆さん、引き止めましょう。はい。本当そうですね。死なないでほしいなと思います。ただ、だからといってできることが限られてるんですよね、私たちにもね。だから思いをね、伝えていくことぐらいしかできないです。皆さん、なんとか生きて、もう、こう、ね、いい世の中を見ましょう。助けましょう。生きててよかったって思ってもらいましょう。はい。のんちゃん、悲しいことです。政府は助けてあげられる命、悔しい限りです。自分も仕事なくして死のうと思いました。でも障害の子供と愛してる奥さんがいるから死ねないんです。役所に行っても本当に事務的冷たい感じです。お金なくてインスタントラーメンとかでしのいでます。もういっぱいいっぱいです。お気持ちわかります。手助けするほど自分も余裕があるわけではないのですが、自分も障害者です。気持ち理解できます。どうか頑張ってください。みんなでね、やっぱ生活保護費を上げていかないといけないですね。岩下さん、ありがとうございます。障害世帯は最低賃金程度で、僕が働いていた A 型事務所は仕事がなくなってしまいました。思わず家族と一緒に考えようなと思ってしまいます。実際にね、心中事件っていうのは私幼い頃結構ありましたからね。お互い頑張りましょう。その通りですね。励まし合うことぐらいしかできませんけども、少なくともここでつながってね、苦しいのは自分だけじゃないんだ、頑張っていこうみたいな気持ちになれればね、本当に幸いです。だからといってね、本当気休めなんですけどね。最後、ラビットさん。これ連絡してやかは分かりませんが、北海道の地方でも 2,3 日前に女性が駅のホームから飛び込み自殺をしました。北海道各駅のアナウンスで人身事故のほとんどは自殺です。菅総理は辞任を勇気ある決断をしてほしい。もうすぐね、もうすぐ菅総理もことを起こしてくれると思うんですけどもね、どうでしょうかね。はい、ということでね、やっぱり人の命が失われていく原因っていうのは国策にあると思います。国民が死ぬってことは、もう生きていたくなるような、生きていたくなくなるようなね、国を作った国の指導者に責任は多いと思いますよ。もちろん国民一人一人の努力や工夫も必要ですよ。でもね、一人でできることって知れてるんですよ。一人でできることは、だからみんなで支え合うために社会があり、政治があり、日本という国が作られたわけなんですよ。憲法や法律もそのためです。憲法や法律ってのはね、その知らない人のためにあるわけではなくって、それを上手に使って富を蓄積する人のためにあるわけではなくて、やっぱりね、弱者を救済するためにいろんな決まりってあると思うんですよ。手に手を取り合って、どんな強い人でも弱る時があるんですよ。その時のために法律や保護制度ってあると思うんですけどね。で、改めて申し上げますけども、生活保護費ってのはもっと上げないといけないですよね。生活保護費は最低30万くらい支給しないと、現代のね、健康で文化的な生活は送れませんよ。まあそういうことでね、私は生活保護費をどんどん上げてほしいなと思っております。そして生活保護を使う方がもっと増えればいいかなと思います。それがゆくゆくはベーシックインカムの代わりになると思いますんでね。ベーシックインカムで7万円とか10万円とかね、ちょっとね、これではやっていけないですよ。生活保護でドーンと30万ね、もう衣食住の保障をする、これは国が、そういうね、ことができる国ですから、日本は今ね、戦後から立ち直って、今ほとんどの方が衣食住に困らないような暮らしを提供できる、そんな国だと思いますよ。じゃあ以上です、今回は。